Spinner。 おはようございます、アシュリーです。3月17日木曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。ロシアとウクライナは合意に近づいた。両国は最新の状況を踏まえて協議を行った後、停戦について楽観的な発言をしました。アメリカ市場は停戦協議の進展の兆候を受けて活気づきました。ゼレンスキー大統領がアメリカ議会で演説を行った。ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカ議会で軍事援助とアメリカ企業のロシアからの完全撤退などを求めました。アメリカのバイデン大統領は追加で8億ドル、日本円でおよそ950億円規模の軍事装備品をウクライナに提供すると提案しました。イギリスとイランの二重国籍を持つ2人がイギリスに帰国する。イランはナザニン・ラトクリフとアヌシェ・アシュリーの解放は、イギリスがイランに対して長年の負債を支払い解決したことを受けたものだとしています。イングランド銀行が金利引き上げ。イギリスの中央銀行イングランド銀行はインフレに対抗するため本日17日再び政策金利を引き上げると予想されています。スターバックスの CEO が退任。ケビン・ジョンソンは13年間在籍したスターバックスを去り、その後任が決まるまでの間、伝説の元 CEO であるハワード・シュルツが会社の指揮を取ります。福島で強い地震が発生した。地震の規模を示すマグニチュードは 7.3 でした。列車が脱線し停電が起きたほか、津波警報も発せられました。引き続き余震には十分注意してください。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。Quotes Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも先月からは世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝える新シリーズ Portrait of Me がスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。余震が続くかもしれないので、皆さん気をつけてください。アシュリーでした。Have a great day!